さあ、並びから授業やってまいりました。本日2119番目でございます。さあ、問題と選択肢ですね、すでに書いておりますが、この空所のところがですね、6つあるというふうに想定してですね、考えていただけると嬉しいかと思います。で、本来皆さん1分間ぐらいですね、考える問題ですが、YouTube の都合上10秒間で頑張っていただけると嬉しいかと思います。では、皆さん10秒間よろしくお願いします。さあ、皆さん出だしはどうしましょうということですが、皆さん分かるところからちょっと行ってみたいと思います。で、まず選択肢4番ですかね。We are、ということでございます。もちろん皆さん B 動詞がありますので、選択肢5番のこの皆さん ING ですよね。とくっつけていただけると進行形でうまくいきそうな感じがいたします。ちょっと試しにやってみますね。ですから We areで、ワンダリング。こんな感じですね。でもさ、これで、進行形、いけそうだ、ということです。そして、皆さん、もちろん、ワンダーという表現がございますので、皆さん、不思議に思うんですよね。疑問に思います、という話です。ですから、皆さん、右側にはですね、疑問に思う話がやってくるはずだ。で、皆さん、それで選択肢をもう一回考えていただけると、皆さん、疑問にまつわりそうなものは、皆さん、if ですよね。うんたらかんたら、かどうか、私たちは疑問に思ってます。ということで、皆さん、つながりそうです。そして、今、第1ステップですので、オレンジペンで書いたんですが、第2ステップに入りますので、皆さん、青ペンでちょっと書かせてくださいね。で、もちろん皆さん、if があれば、if があるんですから、皆さん、接続詞ですよね。で、それで皆さん、右側、sv がやってくるはずだ。皆さん、こういう感じで繋がっていく可能性が高いですね。ですから、皆さん、こういう風に、ちょっと皆さん、矢印を引っ張っておきます。こんな感じですね。で、選択肢だけで、主語に相当するものは、残ってるところで言うと、皆さん、you になりますかね。これがいけそうだ。そして、あと皆さん、動詞を入れるんですが、皆さん、もう、これしかないですね。助動詞プラス動詞の原型ですね。ですから皆さん、それを、こういう感じでつなげていただけますと、ちょっと皆さんも、色が限界でございますので、第3ステップ、緑で書かせていただきますが、グッドはうんたらかんたらを、伝えます。誰それに何々を伝えますので、皆さん、ちゃんと後ろに目的語が存在しているということで、うまいことつながりました。ですから皆さん、正解は、We are wondering if you could tell ということで、よろしいかと思います。で、もちろん、色分けをしたのはですね、後で見直したときに、どの順番で考えたのかを分かりやすくするためでございますので、ここから右側にも書いてますが、オレンジ、青、そして緑の順番で考えているというふうに想定していただけるといいかと思います。いけますかね。では皆さん、次回2120番続きますので、今後ともよろしくお願いいたします。